皆さんこんにちは、てんまるです。来ましたね、バサラーズ確定。今回はバサラーズ確定を回していきたいと思います。多分サマーガールズのおまけ的な感じで確定いけると思うんですが、今回はバサラーズの方を引いていきます。狙いはもちろん真田幸村ですね。真田以外は嬉しくないですね。真田来い、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 真田、噛んだな。さ、真田来い、真田来い、真田来い。噛むな。よし。真田来い、よし。謎の呪文を唱え終えたので、ガチャを引いていきたいと思います。プラス、NP。NP、プラス、NP、NP、プラス、プラス、NP、プラス、プラスかなぁ。あれ？もう終わりなんですか？うわ、これ爆死じゃん。悔しいですね。とりあえず貯蔵庫、に入っているの掃除しますか。あ、やばい、飛ばしすぎた。あ、まあこのまま行きます。あ、 NP プラスプラスプラス、おぉ、新規ですね。いや、確かショベリンって、あ、ショベリンですね。ショベリンは持ってなかったので嬉しいですね。うわ、こいつは NP ですね。何回出てくるんだよ、NP。プラス。プラス。マジかよ。レジェンドチケットを無駄にしたやつが出てきやがった。だってふざけるなよ。え、もう終わり？これは、大爆死ですね。悔しいにも程がありますね。さすがにもうガチャは引けないので、他のことをしていきたいと思います。なんかすることないかなぁ。もうガープラ密林。ガープラ密林か。まあやっていきますか。特に見どころもないのでカットしました。カットしすぎですかね。ああ、もう他にすることがあんまりないな。なんかいいのなかったっけな。なんか通知来たし。逆襲のカオルくん。いや、カオルくんはめんどくさいな。すぐ終わらせてもいいけど、それだとみんなが面白くないだろうし、動画的にもね。どうしよう。さっきの、で、じゃあ、ゴミ三重視で、やるか。いやー、持ってる人からしたら欲しいかもしれないが、ゴミっていうのは良くないか。でもなー、もういらないんだよなー、あの3体は、本当に。伊達に至っては、本当にいいところ毎回毎回出てくるし。あれ、前田は、なんか知らないけど、ちょいちょい出てくるし、あと武田信玄はもう初めてのバサラーズだったんですが、もうなんかめちゃめちゃ出るんですよね。あれって激レアかと思うくらい出ますよ。まあそんなに出てるかって言われたらそんな出てないと思いますが、いやー困りましたね。とりあえずカオルくんはやりません。すみません。なんか他にないかなぁ。お、8月教習をやってないですね。サボりすぎか。じゃあ、8月教習はゴミ三重視でやっていきます。正直、敵構成もあんまり見てないから、これで勝てるのかどうかもよくわからないですね。まあ、前田がこの3体だったらエースですかね。
前田たまに使いますからね。可動無効を持ってて攻撃力も体力もそこそこあるので、伊達とヘラニアについてはあんまりよく分かってません。なので使えるのかな。まあ基本前田の日で使っていこうと思います。やばい、ワニが復活したのに。あー、武田行け。あれ、武田だ、伊達だ、こいつ。名前も覚えられねえや。あー、伊達はまあ、レベル1だから、ここでは使えるか。使えるというか、僕だったらまあ、攻撃は、前田が倒しちゃいましたね。見どころないな。武田信玄はターゲット持ちちゃったと思うので、ここでは攻撃できるのは城しかいませんね。これ見てても面白くないですね。よし、早送りするしかないですね。いやー、今回はライバクシで始まってゴミみたいな戦闘で終わりましたね。バクシかわいそうと思った方は高評価、自分をバクシしたよって方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画はいかがでしたか。面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。それではバイバーイ。